タクロリムス軟膏0.1%タクロリムス。軟膏日本での軟膏の例タクロリムス軟膏とは、免疫抑制剤のタクロリムスをアトピー性皮膚炎治療の外用剤に配合した軟膏である。1999年11月に藤沢薬品工業からプロトピック軟膏として世界最初の製品が発売された後、高発医薬品も発売されている。 日本皮膚科学会が定めるアトピー性皮膚炎診療ガイドラインでは現時点においてアトピー性皮膚炎の炎症を十分に鎮静し得る薬剤で有効性と安全性が科学的に十分に検討されている薬剤はステロイド外用薬とタクロリムス軟膏と記載されておりステロイド外用薬とタクロリムス軟膏はアトピー性皮膚炎治療の日本柱となっている 1999年世界に先駆けて日本で発売され、2001年アメリカ合衆国で発売、2014年の段階で世界75カ国で使用されている。タクロリムス軟膏はステロイド外用薬のストロングと同等の抗炎症作用を有す。タクロリムス軟膏の分子量は800であり、正常皮膚からの吸収目安である分子量500より大きい。 そのため、タクロリムス軟膏は、ステロイド外用剤と異なり、バリア機能が破壊された皮膚のみ吸収され、正常皮膚からは吸収されない。この理由から、ステロイド外用剤で見られる皮膚の被白化の副作用が、なく、ステロイド外用薬で沈静化した皮膚に、タクロリムス軟膏を用いることで、長期の再燃予防を目指すことができる。タクロリムス軟膏を塗ると、初期に、 ヒリヒリとした灼熱感が生じる。これはサブスタンス P が有利されることによる症状であり、唐辛子の成分であるカプサイシンを肌に塗っても同様にサブスタンス P が生じる。そのため、ヒリヒリ感は唐辛子を肌に塗った時と同様の感覚である。ただ、塗り続けるとサブスタンス P は枯渇するため、灼熱感は減弱する。 極めて強い刺激感を生じ、生活に支障が出る、可能性があるため、皮膚以外の部屋あるいは外陰部屋、かき壊すなどして、ランになった箇所に使用してはならない。また、前述のようなバリア機能が全くない箇所への使用は、タクロリムスの血中濃度を高めるため、腎障害の危険もある。ありがとうございます。